のは、西条出身のシンガーソングライター、リザちゃんです。お願いします。よろしくお願いします。はい。ではまずはこちらを、どうぞ。シンガーソングライター、リザちゃんです。お願いします。よろしくお願いします。まあ、リアちゃんとはね、はい、高校、リアちゃん高校生ぐらいからの時の付き合いなんだけど、はい、今何歳だっけ？23になりました。ね、この7月11で、23になりました。まあね、本当高校ぐらいから、だけどもう6年ぐらいね、6年、7年ぐらいの付き合いなんですけど、まあ、結構もう10個ぐらい年が離れたよね。そう、もうお父さんみたいなね目でちょっともうずっとね陰ながら見守っとんだけど、まあね、そういうことでいろんな話を聞いていこうと思います。はい。まあ最初に弾き語りを始めた理由っていうのを教えてもらっていいですか？きっかけはですね、憧れのアーティストさんがいて、森めぐみさん福山出身でメジャーデビューされた、森めぐみさんのライブを初めて見て、もうこの人になりたいっていうのを憧れが出て、そこからギターも高校2年生の時から始めて、でライブハウスで歌われるっていう感じですね。高校の時からもそうやって始めて、もうすぐに曲を作り始めたんですか？曲は結構作りためてたんですよ。あ、そうなんですね。初めてすぐに作りためてたのが2曲分、それをちょっと作り込んでって、でちゃんとコードとか、で歌詞とかもちゃんと合うように書き直してって、で作ったのが NEXT STAGE っていう曲なんですよ。 TV もね、あれですね、YouTube で。その曲が初めて活動し始めて、初めて作った曲。ああ、そうなんです。そうやって自分で曲がどんどん溜まっていって、まあじゃあライブハウスとかで、そろそろやるかってライブハウスとかに出た。なんか一人でライブハウスに出るって、俺はちょっとバンドとかさ、まあ集まってみんなで、まあライブハウスができるって、一人でさ、もう門を叩きじゃないけどさ、すごい緊張せんかった。めちゃくちゃ緊張しました。高校生の時は。やばいです、もう緊張が半端なかったです。初めてのライブとか覚えてる？初めてのライブはめっちゃ覚えてます。ボロボロになった記憶があって、どこでやったん？五日市にある、今は名前は変わったんですけど、オクトパスっていう当時名前だったんです。今多分マッチボックスっていう名前かな、っていうところで初めてこれライブやらせてくださって、させてどんどんメジャーで作っていって、まあ、CD も自分で撮っていったと思うんだけど、新しい CD とかのことについてると話してもらってもいいかな。はい、新しい CD はですね、去年アルバムを出しまして、ここからっていう、アルバムを出して、これがですね、タワーレコード広島店さんに今置かれてるんですけども、これはもうリナの全部を詰め込んだ、6年の集大成をね全部を詰め込んだアルバムとなります。なんかリナちゃんの曲、まあ結構一通り聴いてさ、まあやっぱ女の子らしい曲もあるんだけど、
夢を叶えてやるとかさ、うん、なんか逆境に負けないみたいなさ曲が結構多いじゃん、うん、なんかそういうバックボーンみたいなのと自分がそういう歌詞とかそういうことを歌おうって思った。そうですね、一番その気持ちが乗ってるのは、うん、さっきも言ったネクストステージっていうのは、うん、本当に自分が、まあ、始めた当初から大事にしてる楽曲でもありますし、うん、で何かね応援ソングという形で、うん、まあ、誰かなんかこう挫折だったりとか苦しんでる方とかにもね、うん、なんか勇気づけられるような曲をっていう感じで、まあ、自分自身曲を作ってるんですけど、うん、ネクストステージとか涙を流さないで、はい、あでもいい曲だね、うん、そういうのでも応援ソング、うん、なんか結構見とってね、なんかほんまにお父さん目線で見とけずっとなんかされて、あなんか夢がこう一個ずつ叶えとるんじゃなーみたいなのをこうかけながらね見とんだけどね、そう、まあそんなってね、リアちゃんの今までの全てが詰まったここからがタワーレコードと、まあ、もちろんリアちゃんからも買えるということでね、まあ、TV とかもね YouTube であるんでぜひチェックしてみてください。お願いします。最近ちょっとコロナもう落ち着いてきて、どんどんライブとかもまあ増えたと思うんだけど、ちょっとライブ告知とかをね、まあ、せっかくなんでしてもらっていいですか。そう、ライブ告知はですね、8月の14日、うん、14日で広島ケーブンビーさんでですね、はい、あの弾き語りの広島のアーティストさんで、うん、マキシさんっていう弾き語りの方がいるんですが、うん、マキシさんとですね、うん、ツーマンライブを、はい、うん、やりますので、ぜひよかったら遊びに来てください。お願いします。でこちらの有観客プラス配信もやってるの で、ね、もし見に来れないっていう方は配信も、配信も出たんで、あのツイキャスの方でちょっと URL をね、ツイッターの方とかに貼ってるので、そうですね、ツイッターの中に概要欄にあげるんで、ぜひね、はい、チェックして、お願いしま す、はい、お願いします。あとは8月の29日、うん、広島市内のライブハウスで、うん、ライブのサーキットイベント、はいはいはい、スーパーロックシティ広島に出演が決定いたしました。まあすごいね。だからスーパーロックシティ尾道の時から、ね、すごいお世話になっているので、うん、今回ね広島ということで、うん、まあ、サーキットってことで、うん、リラちゃんの会場とかも来ましたから、まだ決まってないね。まだ引き続きね、ツイッターとかね、SNS チェックしてね。はい、お願いします。ヤオヤオズは何ですか？ヤオヤオズはですね、うん、7月の31日。そっちが一番、そっち先やん。ちょっとね、先の順番の方ちょっと先走っちゃいます。7月の31日にヤオヤオズさんでですね、うん、ヤマモンさん、はいはいはい、ヤマモンフェスで、うん、前の動画にも出てたヤマモンのヤマモンパーティー、うん、ヤマモンパーティーだね。ヤマモンパーティーですね、うん、ヤマモンパーティーがあるので7月31日です、うん、はい、時間お願いします。ぜひお願いします。なんかあれだね、はい、こうやって話すのがさすごい新鮮よ、ね、うん、普段何しとん？普段はもうバイトとバイト三昧ですね。バイトとか、まあ家で本当ゴロゴロしてます、休みの時とか。そうなんです、今日もパジャマ。これパジャマじゃないですよ、服ですからね、ちょっと。最近でもおしゃれに目覚めたんです、うん、あ、そうなん、確かになんかちょっとあの垢抜けてきたよね。本当ですか？やったやった。なんかきっかけとか、恋、きっかけ、恋はなかなかないんですよ。これあれですよ、リナちゃんファンの方がこれ必見ですから、ね、今からの話。恋はないんですよ、ほんまに。本当にあの恋愛のねソングを作りながらも、うん、なかなかね出会いはそういうないので。あ、そうなんですね。まあでもそういう経験がねやっぱ曲には生きると思うんで ね、 ね、あのしっかり恋をしてください。好きなタイプとか、好きなタイプですか？これ必見ですよ、リナちゃんファン。好きなタイプはですね、あの、うん、笑顔フェチなんですよ。笑顔フェチね。目尻のシワみたいなのと、うん、線が生えてこうクシャっていう、はいはい、あの笑ったら目がなんかもう一直線になる人、なんかこうクシャって。私あの俳優とかで、はい、あの生田斗真さんが好きなんですけど、はいはい、その生田斗真さんの笑った顔がドタイプなんですよ。生田斗真って目一直線にならないのくない？
いや、なりますよ。なります、なります。あの、画像的に言ってください。じゃあね、あの、りなちゃんファンはいくらどうも目指してくださいということで。お願いします。普通にさ、趣味とかない？普通に趣味はですね、あの、野球観戦の。あ、そうなの、ね。カープで。カープで。あ、そうなの、ね。好きな選手は？好きな選手は、あの、黒田選手。黒田選手、渋いね。黒田選手、あとはあの森下投手。ああ、すごい。この高低差が激しい。まあ、鈴木誠也。うん、見に行ったりもたくさんするんで。します。でもなかなかチケットが取れないんですよ。まあ、最近はそうよね。うん、行けたのが一昨年か。はいはい。一昨年は3回行けたんですよ。そうなんじゃ。チケットを譲ってもらったりとかして。うんうん、で一緒にね、友達と一緒に行ったりして、ちょうど元カープがね、こう優勝のちょうどおもろかったんですよね。今どうしちゃったんでしょうか。また頑張ってますよね。まあね、頑張ってください、本当に。もうずっと応援してますのでね。で、あの、自分最近あのジャニーズオタクっていうのをあの今年はちょっと本当に解禁していこうかなと思って、ジャニオタを包み隠さず、ジャニオタ をずっと隠してたんですよ。あ、そうです。あ、ずっと好きだったずっと隠してたんですよ。で、特にもうあのストーンズが大好きで、はいはいはい、YouTube もね、うん、あのストーンズの公式のね出てる、うん、うん、それを毎日のように休みの日はゴロゴロしながらゴロゴロしながらずっと好きだったんだよね。そうなんですよ。何隠しとった？恥ずかしい。いいじゃん、どんどん全国にそんなたくさんジャニーズファンがおるんじゃないですか。いや、恥ずかしいんですよ。なんかね、ジャニーファンってなんですよね。なんでも、あれよね、それで今さ、はっきりしたのはあれだよね、いくらどうも結局ジャニーズ。そうなんですよ。だけど結局はジャニーズが結局ど、隠してなかったね。もろもろもう出して結構全面に出してる感じね。本当に、いや、もうあのね、ストーンズさんの楽曲めちゃくちゃいいんで、うん、もうみんな聴いてほしいんですよ。ジャニーズって言ったらなんかキラキラ王子様みたいなイメージあるじゃないですか。うん、ストーンズは違います。もう聴いてください。すごい熱量、自分の CD の時より多分熱量がこもったり。いや、ぜひ皆さん聴いてください。はい、じゃあぜひあのストーンズをね、チェックしてください。お願いします。こうやって普通に話を聞くと、まあ普通の女の子ね。普通の女の子です。結構ね、あの弾き語りの楽曲とかね、力強いね、曲とかも多いんだけどね。なんかよく言われるんですよ、しゃべっとる声と歌う声って本当にりなちゃん違うよね。うん、いや、でも普通なんですよ、これなんでしょうね、なんかスイッチが入るんですか。あ、まあそれでもみんなそうだね、うん、バンドとかね、アーティストとかね、ステージ上がる時とかね、スイッチの入れ方とか自分にできる。スイッチの入れ方は、うん、ライブその歌う直前になったら、うん、ステージあったとしたら、うん、一回後ろ向いて、はい、心を落ち着かせる。で、まあこう、よし頑張るぞって言って、もう一旦ふーっとついて、うん、もうよし、ここからはアーティストだと、アーティストリナだ、うん、はいはいはい、それで、まあこう、ギターかき鳴らすってことですね。なんかめっちゃどうでもいいことがまあ重要なことかは知らないんだけど、リナちゃん、まあアーティストネーム、まあ、本名もリナちゃんなんだけど、リナ、音符じゃん。あの音符なの。あ、よく言われるんですよ。これちょっと気になるよね、意外とね。これはですね、あの、検索に、うん、あの、引っかかるようにする。はいはいはい。エゴサタイプ。そうです。あの、リナって、こう、使うと、本当にたくさん出てくるんですよ。まあ、うん。で、それで、まあ、下ちょっとでもね、うん、あの、引っかかったなと思って、音符を最後につけて、うん、ああ、でもね、あの、リナ音符で打たないと出てこないよね。そうだ。リナ音符っていうふうに検索の時はね。そうそう。じゃ見方はリナですか、うん、女の子を、まあ、一人でやっとってさ、うん、まあ、弾き語り、うん、まあ、いろいろ全国回るわけじゃん。もう絶対大変なこととかさ、もう、男バンドマンにはさ、比べ物にならんことあると思うんだけど、それの大変なこととかね。教えてほしい。大変なことはめちゃくちゃあります、うん、まず、まあ、県外とかの移動とかも、うん、あの、まあ、一人なので、うん、バスか電車が多いですよね、うん、主に。で、今度はライブ終わった後の、うん、ホテルとか、はい、寝るところなんですよ、ね。まあ、そうだね、男だったらね、別にその辺でね、うん、なんつでもないけどね。そこが本当に大
大変でして、うん、寝カフェとか、うん、ホテルとかでよく泊まったりするんですけど、うん、それが寝カフェとかがない場合、ホテルでも高いお金を払って、ね、寝カフェない場合も、その遠征が決まった瞬間からホテルを取ってね、ポチ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 ベッド開いて、早めにね、予約をしてます。あとは、ツアーとかで回らせてもらって、うん、まあ、中にはね、うん、まあ、あ、ここはちょっとんってなるところもあるんですよね。どういうこと？まあね、あの、おまけじゃないです。いろいろとありましたよ。あ、ちょっとあれね、逃しますけど、よくあらぬことを考えるなかなか多いですもんね。逃しますけど、もう大変ですよ。女性アーティストさんは本当にどうやってんのか逆に知りたいです。うん、どうやって対処してるのかな。なんかポケットにない人。それかなんかあのよくあるじゃないですか、あの電気スタンガン、電気スタンガン持ち上げて持ち込み機材にね、アコースティックギター、電気スタンガンのスタンガン。ちょっとスタンガン買おうかな。まあそうやって広島とかね、まあ、全国で活動してるんだけど、まあ言うたら西条出身で、まあちょっと今二人住んでるわけじゃん。レアちゃんから見た、まあバンド始める前からずっとおるけど、それで西条の町、どんな町かっていうの。西条は本当に温かい町だと思います。うん、人柄もですし、料理とかもね、うん、あの西条、まあ酒蔵とかね、うん、いろいろ有名なものもあったりで、さっそう、なんか前ね、動画にもね、うん、前上がってると思うんですけど、さっそうさんはですね、よく行かせてもらってるのでね。もう人柄も温かいし、料理も美味しいし、うん、お酒もね、うん、美味しいし、お酒は自分あんま飲めないけど、ね、それね、本当にいい魅力の詰まった町だと思ってます。アーティスト目線から見た西条とかね、アーティスト目線から見た西条は、うん、前の箱のアミーム時代からちょっとお世話になってるんですけども、うん、もうすごいです、打ち上げに。もうね、アミーゴの話になったらさ、絶対すぐ打ち上げになる。あの料理の数もすごいんですけど、うん、もうヒートアップしてった時、うん、皆さんが盛り上がりちゃったのがもう尋常じゃないんですよ、皆さん。まあそうだね、うん、みんなそれは口を揃えて言うよね。本当に、まあでもね、そこが楽しいんですよ。まあ、ね、楽しいですね。というわけで、まあ今日は最上のね、シンガーソングライター皆ちゃんに話を聞かせてもらったんだけど、はい、まあ、最後になんか何でもいいけど、何か、まずはですね、うん、その8月14日のマケイさんとのツーマンライブですね、うん、広島ケーブルビーさんでありますので、うん、そこはね、はい、皆さんご都合よろしければね、お願いします。お願いします。あとはですね、まあ、その去年出したアルバムのここからもなんですけども、うん、今年の2月にですね、うん、あの配信限定としてですね、リリースした Not Alone っていう曲がですね、うん、これはまたいい曲ができましたので、ぜひね、あのサブスク限定なんですけども、うん、ぜひね、あのリンクとかも貼ってますので、うん、ホームページに、まあ、この YouTube とかいろいろ概要欄ぜひお願いします。お願いします。お願いします。ということでね、じゃあ今日はレナちゃん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。